JR 沼津駅北口の商業施設石橋プラザが8月22日をもって閉館することが発表されました石橋プラザはイトーヨーカ堂沼津店と専門店が入る大型商業施設として JR 沼津駅北口そばに1978年に開店しました。長年年沼津の街中を代表するショッピングモールででしたが近年では 郊外に大型商業施設ができるなど競争が激化していました石橋プラザでは8月22日での営業終了を決め今日閉館を知らせる文書を店頭に貼り出しました商業施設があんまりないのでせっかく駅前にあったのに残念だなっていう感じはこの辺りの中心みたいな感じだったので寂しくなるなっていう感じはしますねまた伊東洋華堂沼津店も 8月22日をもって閉店するということです。